にちは、こんばんは。並び塾です。今日の中学校3年生数学は公式を使った因数分解ってやつをやっていきます。この前ちょっとね、因数分解の基本的なやつ、公式1使うやつやってるんですが、今日はもう本当にカッコカッコつくやつが主役。これね、展開は比較的得意なんだけど、因数分解はちょっとつまずくここが出てくるかな。で、ここもやっぱり慣れの部分がやっぱ大きいんで、練習してるとすぐできるようになるんで、あまりビビらずにやっていきましょう。で、例題1やつとかやっていきますけど、これはね、やったから前回で、ね、因数分解の私の公式じゃなくて、こう展開の公式の方で書くけど、はい、展開公式するとこうです。この話で大切なのはこうでしたね。中に入っている2つの掛け算したやつが一番後ろ、足し算したやつが前っていう、こういう形で表現できるっていう形で、それを利用しつつ、このカッコ123はできるやつになってます。で、ちょっと1見てみようか。おさらいにやっていきましょう。足す2、ここから見ます。この数字の部分です。足す2になる数字の組み合わせ、1かけ2、マイナス1かけマイナス2、2つしかない。そしてこれを見つけたら戻る、足してみる。足すと上は3だ、下はマイナス3だ。で、見つかった。かけて2になる組み合わせは2パターンあるけど、足した時にこの x の前の数字になってくれるやつが組み合わせとして正しい。この組み合わせが正しい。そしてその組み合わせの数字を答えに、これね、この2つね、を答えに書けばそれで終わりです。じゃあ、かけて足す10、足してマイナス7、マイナス5とマイナス2の組み合わせかな。マイナス5とマイナス2、そうだよね。かけたら10になるし、足したらマイナス7になるってことで、この組み合わせになります。最初3番いきましょう。3番、なんか前に数字あるんですけど、2とか。展開の公式も前に数字はないんだよね。で、これは因数分解するときに一手間かけさせる問題になっています。公式が使えるんだよ。でもこのまんまじゃ使えない。だって前にこうやって2があったりするともうね、ってなっちゃうはずなんですよ。このタイプは最初の一手間目があって、まず式全体を見てください。そうすると分配法則の形の因数分解が一回できないですか。どういう因数分解かっていうと、共通因数を前に出す。何？2じゃないですかね。2、6、4、3つ、数字。2の倍数でしょ。で、2を前に出す。こういうので、2でくくるって数学用語で言ったりしますけど、2でくくります。そうすると、中に実際に解いてほしいやつが出てくるって形になってます。ちなみに、こいつはどうなるかはもうさっき勉強したよね。これになるはず。ということで、因数分解っていつも一撃でダンって出せるわけではなくて、こういうふうに一手間入れる、要するに共通因数で一回因数分解、プチ因数分解みたいな感じかな。そしてさらに公式を使って因数分解っていう流れ。はい、まず共通因数でくる、こことかくくれないからね。ね、ないから。でもこういうふうに264とか共通因数があるときは、それでくくって、くくった括弧の中がもう一段階っていう、二段階の因数分解、二回因数分解したみたいな形になってるのかな。はい、こんな問題もあります。ありますとか結構出てきますんでご注意くださいね。ただし公式は実際これ使ってます。さあ、あと2個公式ありましたね。で、この形やっていきましょう。 x+a、x-a って書いてます。この2つ、これっていうのは x 以上引く a 以上のやつです。これの見抜き方はもちろん慣れもあるんですけど、こういうふうに見てます。2乗の数にちょっと敏感になってないといけない。例えば4、2が4、3が9、9ね。で、あと16、25、こういう数字があるときはこの形かなっていう意識を持って、因数分解を探していってます。じゃあ過去1番、 x2 乗引く81、左 x の2乗、右81はあるよね。9、81、9だね。はい、見つかりました。何の2乗かが見つかれば、それで答えが出てくるよ。こんな感じです。で、過去2番ですね。2x2 乗引く32。32は何の2乗ですか？ないですよね。32乗して32ないですよ。これは、ね、もう前も 2x2 乗、2乗して 2x2 乗とかないけど、これは上で出たこの話です。公式使う前にまず共通因数があるかないか、よく見てください。これとかはないんですよね。
でもこっちはあります。2が共通因数です。で2でくくります。2を前に出すとああいう風になる。そうすると出てくるのが16は獅子16なので、因数分解、このタイプの因数分解に発展できるかな。こんな感じか。 x たす4と x-4、 獅子16だからね。はい。でここもまあ書かせてもらうけどね。はい、まず共通因数でくくるって手間が入りました。2回因数分解したっていう感じかな。1回目は分配法則の括弧、そして2回目に公式使って括弧っていう感じ。はい、じゃあ3番いきます。3番はって言ったら、じゃあまあちょっと見てみようか。共通因数でくくれるかどうか。4と9無理。 XYZ はいバラバラですね。これ共通因数ってやつはないです。ということはこの形、4項は2個しかないし、あとはよく見て4には9、2人が4、2か2ね、サザンが9、3か3ね、あるよね。あとは文字のところもなんか二乗になってますね。はい。じゃあ、これを使うんですけど、まあ、ここはちょっと意識してね。4x2 乗、y2 乗、何の2乗ですか？まあ、簡単かな。2xy の2乗ですね。2xy を2乗すると、これになるね。まあ、こっちはもっと簡単か。文字付きででも2乗があると結構苦手な子もいる気もするけど、はい、こんな感じです。 4x2 乗 y2 乗は 2xy の2乗です。 9z2 乗は 3z 2乗です。はい、2つ見つかりましたね。はい、公式を使ってこんな感じになりました。 2xy と 3z って2つの項を使って、それが2乗引く2乗の形になるよ。同じものを用意してこの形ですね。まあこれ結構みんなもやっぱ前に点画の時見たけど、これ好きな子多いですね。はい、じゃあ例題3をやっていきます。これが一番ね、嫌いな子が多い形かなと思います。この形を見るときもやっぱりね、ここに注目するんですね。こことここに注目します。後ろと前が2乗2乗になっている。まあ2乗の数かな。9とか16とかさ、4とかさ、25とか2乗2乗になっている。そうだったらこっちにも2乗と2乗じゃないですかってなるかもしれないんだけど、こっちはこう2個でしょ、こっちはこう3つあるから、もう明らかに違うんですよね。この辺の使い分けやっぱ慣れかな。そしてやっぱこれが結構苦手な子多いんですけど、まあたくさんこう練習してると実践できるようになります。最初はちょっとすごく意識しながらやってね、どの公式を使うのかな。はい、これじゃあまず 9x2 乗は一体何の2乗なのか。 3x2 乗ですね。4は何の2乗なのか。2の2乗ですね。もしかしたらマイナス2かもしれない。でもそれは後で出てくるし、ちょっとここではスルーしていこうかな。はい、答えこれです。 3x たす2の2乗です。ここの2乗とここの2乗の数を見抜いたら、それがドンって入った感じになってます。真ん中はまあ頭の中で展開したらいいんじゃないかな。3x と2と2かけたら 12x プラスになるよね。よろしく頼むぞ。はい、じゃあ過去2番やっていきます。過去2番はこいつです。前後ろ a の2乗 a×a3×3、もしかしたらマイナス3かマイナス3かプラス9、わからないけど、3かマイナス3かの2乗になって、で、これが A の2乗。まあ、とりあえず2乗と2乗に挟まれているのでいけそう。で、真ん中見ようか。真ん中は、マイナスだね。マイナス6。ここに注目すると、3の2乗かマイナス3の2乗っていう形になるけど、真ん中の項のプラスマイナスで判断してね、今2つ候補を書いてるけど、これ、展開すると真ん中は、a×3×2、6a+6a になるので、これに一致しないよね。はい、答えは下。下ならば真ん中マイナス6になってくれます。はい。こいつも手がかりは2乗と2乗が手がかりです。括弧3番いきます。2乗して 3x2 乗って言って、もうこっち側がもうすでにもう2乗の数を否定しているよね。一番向こうも75。違うね。で、まあこっちでやってますけどね、これいきなり因数分解できませんよ。この括弧括弧できないですよ。
公式使う前にこれは3でくくれます。こうですね、 3x2 プラス 10x プラス25、3でくくったらあの式、そして中に残ったやつができる形になってるんじゃない。左側はまあみんなが右側の数は5の2乗、左側の数は x で、真ん中はもう2乗に形にしてから頭の中で考える要素になってくるけど、いいでしょうか。ここは x を2乗、ここは5を2乗したものなので x と5の組み合わせかなってやって作ってみて、真ん中の方はちゃんとプラス10が残るよね。はい、ということで、まあちょっとプラマイをちょっと注意する要素が少しだけあるかなと思います。で、今こうやって一応公式を使う3つのパターンをやりました。で、正直その見抜き方っていうのは、その2乗の数が出てるのか9、4、16、25、これって1個の大きなヒントになるんですが、それ以外にもね、項が2個なのか3つなのかとか複合的な要素もあるし、逆に9が出ているからといってこの形じゃない、この形でもないっていうことも起きたりします。なので、実はこうどれを使うかっていうのも本当問題文を見て考えるしかないです。で、それがうまくできるようになるにはどうすればいいんですか。はい、慣れだけなのでたくさん問題を解いていきましょうね。先生がたくさん問題を出してあげますよ。ということで今日の授業はこれでおしまいです。宿題頑張ってね。ありがとうございました。